さあ着いたぞ。楽しい時間だったよ。こちらこそ。それでは。失礼、マーベラという女性は？私よ、外で待ってて、授業中なの。待とう。もうすぐ終わるわ。来られないことになっちゃったの。なんで？ネズミに噛まれて、パパはリッチハンターで魔女を追いかけてるの。なんで噛まれたの？すごく痛かったのかな。死んじゃうの？ネズミに噛まれて死ぬもんか、バカだな。死ぬもん。お母さんが前にリッチハンターがこのネズミねって言った後、この人を殺したの見たもん。嘘だ。やめなさい。今日はここまで。忘れ物をしないようにお家に帰るのよ。ネズミ駆除の人は元気になるかな。あなたは魔術師？多分ね。どうしてわかるんだ？今なら話せるか。一体何のご用かしら。最近ダンディリオンに会ったらしいな。人生で一番長い午後だったわ。詩を聞かされたか。図解でわかる菌類を熱心に読んでたわ。もしかすると、いや違うな、目的を想像しても無駄だろう。カビに興味があったみたい。私の膝に置いていた手を離して青カビを指さした時、二人の間の炎はもう消えてしまったとわかったわ。ダンデリオンが君のことを書いた詩を見つけた。素晴らしく才能に恵まれた女性だと。本当？私の詩については？私はずっと馬の魅力に取りつかれていて、あの高貴な美しさを表す言葉を探してるの。ダンデリオンの家で私の詩は見た？秀作に過ぎないけれど、感想を聞かせてほしいわ。ああ、いや、読んでいない。急げ。彼女の無知が蛇のようにうねる。無知で手綱で彼女は獣を操る。彼女の股の下でオス馬が踊る。泡立つ汗が顎の毛を濡らす。悪いが死には詳しくないんだ。その菌類の件の後、ダンディリオンに会ったか？いいえ、彼にチャンスを与えるつもりもなかったし、彼の真の部分は輝く純金だけれど、もう少し生活を正さないとどうにもならないわね。でも彼は戻ってこなかった。だからもう終わったと思うことにしたわ。感謝する。それでは。そもそも誰が先生を始めたの？魔女を追いかけてる。ポーピーを知ってるか？もうすぐ喋り出しそうだぞ。ゾルタン、そのフクロウをオウムにするのは魔術師でも手こずると思うぞ。まだ俺のことを分かってないようだな。こいつはすぐにグエントのルールだと覚えるぞ。まあ今はダンデリオンの話だったな。
守備はどうだ、何か分かったか。こっちの女たちはしばらく会っていないようだ。口を揃えて様子が変だと言っていた。他の女と会っていたと思う。ただその謎の女はリストにない。どんな感じの女なんだ。髪はブロンド、こびりの出身、銀融詩人らしい。名前はカロネッタとか。なあ、それでガテンが言った。そいつはプリシラだ、間違いない。プリシラとは誰だ。お前の言った通り銀融詩人だ。最近は名が売れてきている。やつを女にした感じといえば大体わかるだろう。面白い表現だ。で、自分の分身みたいな女との関係は。やつが惚れたようだ。ダンディリオンが恋に落ちた。本気か。ああ、本当だ。やつの頭は茹で上がってる。あの女にかき乱されてるのさ。彼女と話す必要があるな。プリシラは旅の劇団で働いてる。レナードとフォクセン一座だ。今は彼女も夜にキングフィッシャーの舞台に立ってる。今夜は演劇を見なきゃいけないってことか。甘く見るなよ。プリシラのは本物だぞ、ゲラルト。まあ見てろ。どの村から来た。テメリアのウィローズから三島からだと疲れた。来てたか。さあ、ケツの置き場を探そう。すぐに始まるぞ。夜明けに一人すぐりの
の苦さリラの甘み夢に絡むその黒髪濡れたスミレ色の瞳あなたは運命なのか目前なのかもわからないあの願いを口にしたとき偽りの愛をくれたのか夢覚め夜明けに一人すぐりの苦さリラの甘み夢に絡むその黒髪スミレ色の瞳でテメリア人を殺したのは誰よ静かにしろ音楽を聴きに来たんだ人殺し戦争中なのよ珍しくもないわおい言い争いはどこか別の場所でやってくれまた喧嘩かここは上流階級向けの店と聞いていたんだがなゲラルトは自分の頭を危険にさらして人のケツを救うやつだ救うですって人を殺したのよそう熱くなるな扉は向こうだ外でやれごちよ私は音楽を聴きたいの音楽よ世界の文化の中心か聞いて呆れるしよう、こちらがプリシラまたの名はカロネッタ彩色兼備の素敵な女性だそして彼はゲラルトね知ってるわダンデリオンがよく話してくれたから夢中になって聞いたわ驚かないでウィッチャーと女魔術師の恋なんて物語の題材としては最高でしょ失礼女魔術師たちねこれだから銀融詩人に秘密を話すべきじゃない必ず暴露される君が聞いたようになまあいい俺の話の他に自分のことを話していなかったか何をするとかどこへ行くとか最高面白すぎるわ本当にじゃあねここではまずいついてきてこそこそしなければならない理由でも終わりよ最後に会った時強盗の話をしてたシギルーベの宝を狙うとかなんてこったそれ以来会ってないわルーベンどんなやつだ背の高い太った危険なやつだ足を引きずってるの左足を岩トロールみたいだなすごく頭が切れて犯罪に情熱を持つトロールがいたらあんな感じでしょうねダンディリオンが宝物庫破りとは一生独身宣言の方がまだあいつらしいパシフローラでワインの代金を払い忘れただけで3日も眠れなくなった男だなぜそんなことを言い出したと思う借金でもあったのか誰かを助けるためだと言ってたわ緊急のことだってその誰かだが名前を言ってなかったかいいえでもダンディリオンのことだから女性でしょうね彼女の体のラインについて語る時間があれば名前も聞けたかも、うん、
強盗を企てたが失敗に終わったと。派手な黄金の馬車で迎えに来ないところを見るとそのようね。あちこち尋ね歩いたけど、町中の人が言葉を忘れたかと思うぐらい何も。ただ彼がホワソンジュニアの家で騒動を起こしたことだけは分かった。町中追いかけ回されたとか。ホワソンジュニア、知らない名前だ。ノビグラドの悪党では一番大物だ。ケツの穴は小さいが。そうか、嫌われ者なのは分かった。何かされたのか。この町の裏社会を牛耳る4人のボスの1人なのよ。他の3人はシギ・ルーベン、クリーバーことカルロ・バリーズ、そして物乞いの王よ。あいつめ、少なくとも教会にまで手を出してないならそっちが絡んでくる心配はないが、かなり難しい状況だ。またダンディリオンの救出か。給料をもらわないとやってられないな。彼がどこにいるにせよ、その冗談を笑える気分じゃないと思うわ。私もそうよ。安心しろ、俺が助け出す。まずはホワソンと話さないとな。シギ・ルーベンとも。奴らの居場所は？ホワソンは分からんが、ルーベンは浴場を経営してる。気をつけろよ、奴は危険な男だ。俺もな。そうでしょうね。でもダンディリオンは違う。お願いだから急いで。何か分かったらすぐに知らせて。こんなところに用はない。俺はローズマリーに戻るよ。ポピーに餌をやらないとな。それから俺たちの小鳥が自力で帰ってくるのを待つとしよう。